皆さんこんにちは、武田塾の高田です。次です。今回のテーマは夏休み1日12時間勉強するにはどうしたらいいの。これまでの動画でもね、12時間勉強してねっていう話で結構してきてるので、どうしたらいいのか考えていきたいなと思っています。武田塾の講師の先生250人ぐらい Zoom でねセミナーみたいなのしたんです。その中に武田塾出身の子で今先生やってますって人もいて、ぶっちゃけ皆さん夏休みどんぐらいやってましたって言ったら、13時間やってましたとか14時間やってましたとか、集中力持つ持たないとかありますけど、最低10、標準12、マジですごい人13、14とかっていうのが夏の一つの基準かなと思いますね。清水でどうですか、お茶水本校の子らとか偏差値50ぐらいの高校から早稲田に現役で受かりましたみたいな子とかだと、13時間14時間とかの子は全然いますよね。自習室空いてる時間プラス前後でカフェみたいな言わなくても勝手に勉強時間を増やしちゃうぐらいな感じの子とかはえぐい合格は出していくかなと思いますね。時間が絶対じゃないし、時間以上にもっと大事なことは山ほどあるんですけど、12時間の勉強時間をどうしたら取れるのかっていうね、5時間6時間じゃやっぱりやることも限られてるからそうそう、どんだけ効率があったとしても勉強効率かける勉強時間が正解につながると思うので、時間は増やせるんだったら増やした方がねいいんじゃないかなと思いますね。そのポイントをねいくつかちょっと分析したいなと思います。まず1つ目は生活習慣です。いやもう大前提、これめちゃくちゃ大事で、やっぱり夏休み朝起きるのが遅い子、絶対やばいですね。12時間絶対できないです、取れない。12時間勉強の最大のコツは午前中にあるんですよね。午前中にどれぐらいの勉強時間を捻出できるのか、つまり朝早く起きれますかっていう、普段の学校の時間に起きれますかっていうところが一番のポイントだと思います。なおかつやっぱ睡眠時間しっかりとってくださいと。じゃないと午後とか眠くなって勉強手につかなくなったら、それってね机に向かってるだけで勉強時間ではないので、睡眠時間ちゃんとってくださいってところはありますね。朝何時起きが目安ですか。7時には起きときたいかな。そうですね、7時かな。現世だったら9時はもう遅いですね。午前中もできて2時間とかなっちゃいますからね。そうそう、朝起きる時間をちゃんと固定化して、それをぶらさない。夏もうちょっと寝たいなと思っても頑張って起きる、でそのために早く寝る、このサイクルを夏休みにうまく作ってほしいです。みんなには崩さないでほしいっていうのがもう本当に一点ですね。今までだって6時7時起きしてる高校生いっぱいいると思うので、そのまま起きてくれればいいだけなんですけど、予定がないってことによってついつい遅くなっちゃうと、それを崩さないように頑張ってほしいなと思いますね。次に大事なのは起きた後すぐ行動するかどうかっていうのが大事で、一旦家出ちゃうのが一番いいと思います。間違いないです。起きたらシャワー浴びる子はシャワー浴びて着替えて一旦外出ましょう。家の中でね勉強できる子はしてもらえたらいいと思うんですけど、なかなかやっぱ集中力持たなかったりすると思うので、自習室がね午前中から空いてる場合は午前中から自習室入ってほしいし、午前中は学校でやりますとか図書館でやりますとかカフェでやりますとか何でもいいと思うので、とにかく早めに行動するっていうことをやってほしいです。高校生の時やってたのが回転スタバチャレンジ。スタバって大体7時ぐらいに開店するんです。早いね。そこで開店1人目になれるかっていうのを友達と勝負するみたいな。友達巻き込んでやるのいいかもしれないですね。そうですね、自分一人の意思だと眠い寝るってなっちゃうんで、友達と約束するとかの方が再現度は高いかなと思います。そうです。僕が使ってた自習室が9時に開く自習室だったんですけど、ライバルの子がいて、僕兄弟志望でその子反対志望で、ライバルが先についてて勉強始めてたら悔しいじゃないですか。どっちが先つくかみたいなねのをやってほしいし、友達とね一緒に頑張る子は友達に5分10分遅れを取ってたとしたら、5分10分が積み重なればめちゃめちゃこれもでかい時間じゃないですか。難関大目指してる人がこの動画の視聴者に多いと思うんで、身の回りの人間にすら負けてるようで難関大受かんのみたいな、そのちっちゃな時間すらもこだわってほしいなと思いますね。午前中そうしてれば4時間は取れますね。勉強時間超朝方の生活だと5時間ぐらい取れると思います。昼ご飯12時に食べるとして、午前中で4時間勉強時間を取るっていうところを意識しておいてほしいですね。たまにいや自分夜型なんでっていう人、結構いるんですよ。で実際そういう方いらっしゃるとは思うんですね。本当に体質が夜型なのと生活習慣が崩れて夜型になっちゃってるのは全く別問題なんで、一回そういう朝の活用っていうのを試してみてほしいです。最初辛いと思うんですよ、普段夜型だったらね。だからそれを1週間2週間とか、夏休み試してみてもらえると、意外と夜型じゃなかったですみたいなものもたくさんいるので試してみてほしいなと思いますね。続きまして2つ目は勉強場所です。ちょっとさっきのカフェの話と重複しちゃいますが、勉強場所を家じゃないところで絶対やってください。家でやるデメリット何かなと思ったんですけど、先延ばしにしてしまう癖がついちゃうと思うんですよね。家ってやっぱ休憩できる場所がもう無限にあるじゃないですか。10時から始めよう、11時から始めようとかどんどん先延ばしにしてしまうと思うんですよ。だからすぐに家を出て勉強するしかない環境に身身を置くっていう風にしてほしいし、誰かが頑張ってる場所で勉強してほしいと。カフェよりも図書館の方が近ければ図書館が理想、自習室が一番理想。誰かが勉強してるところで勉強しようってなると自分もサボれないじゃないですか、うん、そういう環境に身を置いてほしいなと思いますね、うん、家で勉強しちゃダメな理由って何やと思います？緊張感、はい、緊張感ですね。確かに、うん、はい、12時間勉強ってテーマですけど、12時間集中するっていう前提じゃないですか。12時間集中って結構もう人間の限界値まで集中するってことなんですよ、うん、うん、集中ついしちゃう環境をいかに設計するかっていうところを今までできたことがない人には試してほしくって、うん、その大前提が自習室のような場所に行く、個別ブースがある場所で他の人がやっている、緊張感があるみたいなっていう状況の方が圧倒的に再現度が高いですよ、うん、なのでそれをぜひ試してほしいですね。休憩の取り方です、はい。ダメパターンの話しちゃうと、休憩を長い時間取りすぎちゃってなかなか勉強に戻れない子も多いですし、休憩せずに自分の集中力が底を尽きてしまってダメージでかいみたいなパターンもあるんで、結構休憩の取り方ってめちゃくちゃ大事だと思うんですよ。休憩のベストな取り方って何やと思います？これね、本当に難しくて、難しいですよね。人にもよるんですよ。例えば私だったら5、6時間うらーって作業してても全然休みいらないみたいなこともあったりするんですよ。数学の問題集解き始めたらもう止めるまでずっとやってますみたいな人もいるんで、環境とか設計した上でそれができるんであれば別に無理に休憩入れなくてもいい人もいる。ただし、まあ、疲れすぎちゃってその後長時間維持できないんだとしたらそれはそれっていう感じなんですよね。逆にその25分やって5分休む、うん、でこのサイクルをひたすら繰り返してるのが合ってます、うん、みたいな人もいるんですね。ポモロードテクニック、そう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 パスタの名前みたいだなっていつも思ってるんですけど、器用ですよね。ある種25分集中して5分休むって、うん、逆に私だと面倒くせえなと思ったんですよ、うん、だったらもう5時間ぐらい集中したるわみたいな感じでやったりするので、性格タイプとか今までの勉強経験にもよって、まあ、変わる部分はあるかなとは思いますね。自分のパターンを見つけるっていうのが大事だと思います。こういう風なやり方をやってみたら集中力持続できた、できなかったっていうところをしっかりフィードバックしていって、まあ、最適化していくっていうのが一番大事なことかなとは思いますね、うん、夏休みとかって、まあ、現役生夏休みだって気持ちにはなるじゃないですか、はい、休憩でご飯行ってきますって言って、うん、戻ってくるめっちゃ遅ないみたいな。休憩とは何かですよね。休憩と娯楽は違うと思うんだよ、ね、ああなるほどなるほど。休憩っていうのは、はい、午前中4時間やりました、はい、でお昼休憩みたいなのが休憩ですよね。じゃそのお昼休憩って何のためにするのっていうところがまず大事かなと思っていて、でそのお昼休憩の後ってまた勉強に集中するっていうのがあるわけですよね。ここに向けた、まあ、準備だと思うんですよ、うん、食事の取り方しとっても、まあ、例えばあんまりをたくさん食べちゃうとその後眠くなってこの後の集中力って担保できないですよねとか、気分転換が目的なんだとしたらちゃんと転換するようなことをやらなきゃいけないですし、その後に集中しなきゃいけないって目的に合わせた休憩の取り方って考えてると、まあ、そんなグダグダ休憩するみたいなことにはなりにくいのかなとは思いますね。休憩っていう名の遊びになっちゃってるってことですね。そうそう、だからサボりたいだけですよ。一日のノルマっていうのをみんな自分で設定して、ただ勉強してるふりをすればいいって話じゃなくて、合格っていうミッションがあって、そのタスクを一日一日こなしていかないといけないわけだから、自分から勉強に戻ろうって言えるような人間になってほしいなと思いますね。休憩の終わりを最初に決める。休憩するならじゃあ30分休憩するとか、自分のルールをちゃんと作ってほしいなと思います。一日のタイムスケジュールを無計画にやっちゃうと、もう思うがままに行動しちゃうんですよ。何時から何時まではこの科目に集中するっていうのはあらかじめ24時間単位で決めておくことによって、ずれてるずれてないっていうのが感覚で出てくると思うんですよ。それが大前提としてあると休憩もうまく取れるのかなと思いますね、うん、集中力切れたらどうすればいい、はい、12時間勉強で集中力切れやすいタイミングとかもあると思うんですよ。ありますね。清水先生は12時間勉強してたんですか？知ってました、知ってました。やり始めるとすっげえやるタイプなんですよ確かにね。やっぱり夜がきつかったです。夕方からっすよね。夕方からのどうでスパートかけていくみたいな。僕まず気にしてたのは科目の順番は気にしてました。同じこと言おうと思ってました。あ、思いますか午前中というのが一番集中できる時間なんで、午前中とかにちゃんとやらなきゃいけない苦手科目、僕英語が苦手だったんで英語を午前中にやろう、夕方以降夜の時間帯っていうのがバテてきてて、うわしんどいってなりやすかったんで、得意な数学をしようと。疲れやすい時間帯とかしんどい時間帯にまだ頑張れる科目っていうのを配置してました。勉強終わりましたって家帰ってもう何でもしていいよって言ったら YouTube 見るとか、そういうのに近い科目が1個あると、そこから先は好きな科目やってるだけなんで、すごいいいかなと思いますね。科目の配置を最初の夏休み3日間とか4日間とかでいろいろ試して確かめてほしいなと思いますね、はい、比較的単純作業っぽい勉強とかもいいかな。頭使う勉強ほど集中力下がってくるときつい。読解系しんどいな。逆に言うと英単語英熟語であったりとか、基本的に暗記系ですかね。そこをうまく時間によって配分するっていうのもコツとしてはあるかなと思います。ね。集中力切れそうなタイミングで覚える系やるときは時間計りながらやってほしいですね。だらだら眺めてるだけの勉強とかに絶対ならないように集中力保つ方法っていう動画でも話してるので、そちら参考にしてほしいですけど、眠くなったら顔洗うとかテンション上がる音楽聴くとか物理的な何かでこう集中力上げるっていうのも絶対必要だと思います。過去問とかって意外とこの時間帯でもできるイメージで、解説確認するができないイメージなんですよ。いやしんどいね細かく確認しよう、いやーその集中力ないわみたいな、練習夜のうちにしといて翌日丁寧に復習するとかっていうちょっとスイッチをさせるみたいなのも、めっちゃいいですね。90分でこの過去問解きましょうで点数が出るじゃないですか。嫌な点数は出したくないじゃないですか、受験生の心理として。ゲーム感覚に近い。そうゲーム感覚でよし頑張るぞってスイッチが入りやすいものだったりはしますよね。ただこれ復習を雑にしちゃうと意味がないから、復習は復習で翌日の午前中集中してやるっていうのはめちゃめちゃいいかもしれないですね。帰りたくなったら、あー帰りたい、もう日が暮れたら帰りたい。そう塾の自習室って夜10時とかそのぐらいまで空いてるケースが多かったりしますよね、そこまで頑張れたら理想っすよ、でもしんどくなってきますよね。お腹減ってくるし、疲れてきたし、残りは家でやろうかなみたいな、ここまで頑張ったしなみたいな気持ちは分かるでもそんな時こそぐっとこらえてほしいし、5分10分そこで休憩するのはいいからこらえてほしいなと思います。家でやろうと思ってそのまま家でやった子いるんかなってマジで0人なんじゃないみたいな。家で集中しづらいから、できれば朝から家の外でやろうねっていう話をしています。今って疲れた時間の話をしてるわけですよね。疲れた時間かつ集中しにくい家で集中できるわけがないダメな掛け算になっちゃってるから、せめてですよ自習室は一旦出てカフェとかね、場所をチェンジするはありだと思うんですけど、チェンジする場所は家以外のどこかであってほしいなと思いますね。自習室だとちょっと抜けてコンビニとかでエネルギーチャージみたいなL チキとかでもいいと思うんですよ。僕好きなんでね。ジャンキーですね。アイスでもいいと思うんですよ。フルーツとかね。フルーツとかでもいいですし、自分のこの折れそうな心をなんか満たしてくれる何かをコンビニで買って、もうちょっと頑張ろうみたいな気持ちを奮い立たせることをしてほしくて、10分休憩したらまた戻って、よし最後まで頑張るぞっていう覚悟を決めるっていうのは大事かな。高校の近くのナチュラルローソンにめちゃめちゃお世話になりました。あ、ナチュローですか。はい。何買ってました？サラダ。サラダで？全然サラダが満たされないけどな。いや美味しいですよ。サラダ、いや美味しいかもしれないけど、サラダの袋にドレッシング入れてフワーって振ってみんなで食べてましたよ。僕はエルチキとカレーパンの、今セブンイレブンのカレーパン美味しいじゃないですか、当時ねローソンが結構力入れたんですよ、カレーパン。それがめちゃめちゃ大好物で、セブンイレブンの割烹惣菜コーナーあるじゃないですか。割烹惣菜あるの知らないですか。割烹惣菜ってこれぐらいのちっちゃいカップのサイズの春雨とかね、まあいろいろあるじゃないですか。オクラとか、あれはめちゃめちゃいいと思いますね。食べ過ぎないし美味しいしテンション上がらないですよ。だからそれやったらアイスとかでいいと思うんですよ。アイスとかLチキとかフランクフルトとか、いや全然いいですよ。それでテンション上がるんだから、それは人によりますからね。で一回ここでスイッチ入れてほしいと思ってて、帰りたくなったら絶対考えてほしいのは、みんなには2つの道があると。最後までしんどいけど頑張るぞって覚悟決めて頑張るのか、もうしんどいから帰る、この2つの道が今みんなにはあると。この2択をミスんなよっていう。必ず受験勉強を乗り越えるためには辛い道を選択し続けるしかないんですよ。この2択で常にしんどい方を選べよっていうのは受験生をみんなに伝えたいことで、かえって楽しようとしてる子は受かんないっすよ。気持ちで負けちゃってるから、まずそこで絶対志望校に行きたいっていう覚悟があるんだったら、その2択で楽な方を選ぶ人が大半ですよ。帰ろうってなるのが普通なんだけど、自分は並大抵の一般の受験生とは違うぞと覚悟決めて頑張るんだっていう気持ちでいてほしいです。まあ自習室とかでもね、夜7時8時とかなったらね、ちらほら帰り始めますよ。そこで最後まで1日いたらどんだけかっこいいかって話ですよ。夜8時以降の勉強は朝からやってる子なら精神力の勝負やと思います。友達が頑張ってるから自分も頑張るかやったりもすると思うんで、何かしら頑張る材料みたいなのを作ってほしいですね。その上で先ほど4つ目にあった集中力が切れた時でも比較的やりやすい勉強をその後に最後のねスパートして入れてもらうとより良いのかな。夜は早めに寝てください。24時間あったら8時間は睡眠、12時間勉強、4時間休憩やったり、まあその他娯楽、4時間分は好きな時間に使っていいと思うので、1日の振り返りどうしたらいいかとかね、ちょっとやってほしいなと思います。これを40日続ければしんどいですけど、夏の始まった時とは全然違う実力がついてるはずなんで、覚悟決めてこの夏本気で過ごしてほしいなと思います。この動画何回か見てほしいですね。多分一発でこれ全部できる人いないと思うので、日々実践していく中で軌道修正して、またそのポイントをインプットし直して、また実践していく、これを何回も繰り返すことによってだんだん上手くなるかなというふうには思いますね。夏頑張るってマジでかっこいいことだと思うんで、人生で一番頑張った夏にしてください。というわけで今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。